はい、夜空の下から夜空の下でこんにちは。はい、どうもマリ君です。じゃあ今回はアングリーバードエピック初心者向け講座第17回目をやっていきたいと思います。で、今回なんですけどもね、一応じゃねごめん。じゃあ今回はまあ講座の最後になります。セットアイテムの紹介をします。で、そのセットアイテムっていうのはどういう意味を持つのかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。で、ここに今ボムの場合ですと、こちらの下に書いてあるスリってやつが使えます。じゃあ実際ちょっとバトルに行ってみます。ではそのセットアイテムを使うとどのように表示されるのかっていうのをちょっとこれから紹介していきます。で、セットアイテムを持っているのは3匹だけです。あ、ごめん、ちょっとマチルダはちょっとまあ防具上の関係上ちょっとできなくなってしまいました。まあ一応できるんですけど攻撃力が下がってしまいます。なんであとレッドだけです。まあエピックアイテムを理論上持ってるのはあと1人、持っていないのはあと1人っていう扱いになります。ではそれを使うとどうなるのかっていうのをやっていきます。CM がうざい。よし、ここで先行になれ、先行になれ。耐えろ。紹介ができなくなる。おっしゃけ。じゃあ無事紹介ができます。よいしょっと。でちょっとここに見えるんですけども、ツインライトニングってやつが使えます。まあこの防具の場合だと、でボムの場合はこの防具の場合セットボーナスでスリが使えるようになります。でこちらの防具の場合だとミサイルストライクってやつが使えます。それだけです。じゃあそのセットアイテムはどこで手に入るのってことなんですけど、まあパート1かパート4くらいにまあ紹介したゴールドピックマシーンをご存知でしょうか皆さん。それです。それを使います。それを使わないと絶対に手に入れることはできません。まあレッドの持っている やつはドラゴンの牙ってやつなんですけど、あと盾があれば揃えます。で、ツインライトニングを使う条件はまずこちらの1つ目、リビングライトニング、2つ目、雷の塩を手に入れる必要があります。で、マチルダのこの防具の場合蜂蜜のスプーンと蜂蜜の瓶が必要になります。これは絶対条件です。で、スリを使う場合は金のピストルと金のブレッドを揃える必要があります。で、ミサイルストライクを使う場合は投石機と投石機ボルトを揃える必要があります。で、このセットアイテムの特徴として、まあ一つでも揃わないと真の効果は発揮しません。はい、まあ一つでも欠けてしまうと、まあ通常武器と同じになってしまうんで、まあ揃えた方が得です。はい、揃えた方が得っちゃ得です。で、それを使うと有利になるのかというとそうではなくて、まあやられちゃうこともあるんですけど、はい、じゃあマチルダを落としておいて、で
あ、言うの忘れてた。で、これを揃えるとスイートってやつができます。まあ技ですね、特殊効果です。で、これにももちろんレインボーがあって、ただしこちらのエンブレムはエピックアイテム、まあセットアイテムがないです。で、こちらの力を使う場合はこれとこれを揃える必要があります。で、それぞれ名前を言いますと、マイティヘッド、マイティウィングを揃える必要があります。で、これベッドタイムを使う場合には、まあフローズンスキンと、ここにはないんですけど、フロストハートを揃える必要があります。で、こちらのフォーカスポーカスを使う場合は、あ、名前わかんねえ名前がわかんないので、ちょっと後で調べておきます。まあ一応こんだけあります。じゃあ戻しておいて、で、こちらの紹介なんですけども、まあちょっと増えました。まあ見たこともないやつもあると思うので、一応それを兼ねて紹介していきます。で、まずはこちらの怒りの盾、もうお分かりですよね。敵の怒りに攻撃が与えるダメージが 50% ダウン、半減ですね。で、こちら黒の盾、ボムのカゴ、はい、これもボムが盾側になってくれます。で、これは知らない人がいると思う。まあウッドリーグの人は知らない人が多いと思うので紹介しておきます。無心のエンブレムってやつです。で、こちらは怒りのブロック、バナーを攻撃するバードは2ターンの間怒りの能力を使うことはできない。まあこれはペテン師で浄化さえしてしまえばこちらのもんです。まあ怒りの能力が使えるようになります。またはレインバードで使いたい怒りの能力を浄化してやる必要があります。まあチェーン攻撃で引っかかった場合でも、こういうなんか怒りのブロックになっちゃうんですね。次は衰弱のエンブレム、もう文字通り攻撃力が 15% ダウンします。じゃあ一応まだあった、復讐の紋章、復讐、これはバードが一応ノックアウトされるたびに爆発し、敵バード全員にダメージを与える。まあこれはいつも俺が愛用しているやつです。まあ使いやすいので、はっきり言って使いやすすぎるので愛用しています。じゃあ今回で講座は終わりになります。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。さよなら。まあちょっと最後声変えたと思うんですけど、ごめんなさい。では本当にさよなら。またどこかでお会いしましょう。